ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回は HG バルバトスのバックパックを制作していきたいと思います。今こちらに並べているのはバックパックのパーツなので、まずはこちらのスミレ塗料を使ってスミレからやっていきたいと思います。スミレが完了しましたので、今度はこのトップコートの艶消しをかけていきたいと思います。こちらのパーツ、艶消しスプレーが乾きましたので、今度はこのウェザリングマスターを使って、パーツに着色していきたいと思います。ウェザリングマスターの使い方は、他の部分の、パーツと同じような形で、パーツのエッジの部分を中心に着色していきたいと思います。ウェザリングマスターでの着色が完了しましたので組み立てていきたいと思います。バックパックの部分完成しました。こんな感じのデザインになってます。結構ねシンプルな形なんですが、こうバルバトスと同じようにこうシャープでエッジが効いたデザインになってますね。で、このこちら側がこう背中にくっつこうですね。こんな感じになってます。それであとこの真ん中の部分なんですが、クッとこう引き上げるとこんな感じで稼働するようになってます。あとこの横の部分ですね、この左右の横の部分に、武器をマウントできたりっていうこともするみたいです。まあ、この辺はですね武器作った後とかに接続してみたいなと思います。それで、まあ、せっかく、バックパックできましたので、この前作りましたこのバルバトス本体ですね、こちらに、こう接続したいと思います。これも差し込むだけですけれども、ちょっと入れて、おお、いいですね。つける前まではこう背中フレームこうむき出しな感じだったんですが、こんな感じになりました。やっぱりねモビルスーツはこうバックパックがこうつくとですね、こうなんかこうちょっと迫力が増すというか、まあ、やっとこうモビルスーツらしくなったっていう感じがしますね。この個性的な形状もこうバルバトスのデザインとこうマッチしててですね、非常にかっこいいんじゃないかなと思います。やっぱりこのちょっと塗ったところもですね、この辺の腰の部分のデザインともこうちょっと統一感があってですね、なかなかいいんじゃないかなと思います。 HG バルバトスの制作も、こちらバックパックまで今回完成しましたので、次回は、武装のパーツの制作に入っていきたいと思います。